でね、実際に使ってみたんですけどね、ちょっとね、微妙な部分もありました。こんにちは、カオルンです。今日はですね、なんと事前レビューから約1ヶ月待ちわびました、あのね、骨伝導イヤホンが登場したので紹介をしていきたいと思います。それがこちらです。ドン、ショックズさんのオープンランプロー、イエイ。なんとなんと、クラウドファンティングでね、待ちわびたあの購入からついにね、登場してね、家に届きました。さらにね、すごかったのがね、クラウドファンティングでなんとイヤホン、ヘッドホン系の分野で歴代のね、すべての世の中の商品の中でおそらくね、1位を獲得したみたいです。そんなね、オープンランプロ、僕ね、骨伝導イヤホン使うの初めてなので、一般的なね、イヤホンしか使ったことがないんですけれどもね、その経験から、もしね、骨伝導に移ったらどうなるのか、そのね、皆さんの目線とね、一緒に共有しながら今日はね、紹介をしていきたいと思います。でね、実際に使ってみたんですけどね、ちょっとね、微妙な部分もありました。そんなね、メリット、デメリットを含めてね、そして前回の事前レビューでね、この商品について紹介をしたんですけれどもね、そこも含めて、今日はね、やっていきたいと思います。それでは、行っていこう。まずはね、骨伝導イヤホン、これがね、どういうものか説明をしていきます。まずね、メリットといたしましてはね、運転中だったりとか、あとはね、走ってるマラソンの時、あとはね、料理を作ってる時なんかにもね、こうね、何かをしながらね、音楽を聴いていたいっていう時のながら聞き、これをね、使うことができます。あとはね、イヤホンで問題視されているね、難聴、これもね、なりにくいね、非常に素晴らしい商品となってます。逆にね、デメリットといたしましてはね、空間の中で音を聞くわけじゃなくて、こうね、骨を伝っていくのでね、ちょっとね、音質が悪かったりとか、ある程度ね、音は聞けてても、ちょっとね、低音の部分のね、こう、重厚感、これがね、足りないという声が多いです。次に基本スペックです。今回はね、前回のね、一個一個紹介したバージョンとは違ってね、大きな特徴だけ説明をしていきます。色はね、ブラック、ブルー、ベージュ、ピンクのね、4種類となっておりますが、2種類、ブラックとブルー、こちらはね、クラウドファンティングで購入ができました。ただですね、ベージュとピンク、これはね、まだ一般発売をしてからではないと買うことができませんのでね、まだ発売はしてないと思います。もう少し待ってみましょう。さらにね、軽量が 29g ということでね、これね、どのくらいかというと、ピーマンのね、1個分に当たります。めちゃめちゃ軽いです。さらにね、骨伝導で問題になっている、この重低音、これをね、今回は取り入れたということで、ショックズさんのね、独自開発のショックズターボピッチを使ってね、強化がされています。あとはね、なんとアプリも対応されているということで、アプリはね、なんとマルチポイントといって、最近流行ってきているね、テレワークで自分のパソコンとね、携帯両方をね、同時につなぐことができる機能、これもね、入っているというところです。あとはね、EQ の調整もね、できるというところで、スタンダードモードとボーカルモード、これがね、2種類調整することができます。ただ、これがね、ちょっと微妙だとね、思ってしまったところがね、本当にあったので、後で紹介をしていきます。さあ、それでは皆さんと一緒にズームしてみていきましょう。まずね、オープンランプロ、今回のね、デザインはこのようなね、感じになっております。どうでしょうか？結構ね、マットなね、質感となっていてね、しかもね、材質がね、ゴムで、できているのでね、結構ね、つけていて落ちにくいのではないのかな、というふうに感じています。あとはね、結構ね、弾力もあってね、自由自在にね、伸ばせますからね、つけていて、こう、緩くなってしまったりとか、あとはね、こう、きつくなりすぎてしまう、みたいなね、感じはないと思います。電源がですね、ここら辺のね、後ろにね、ここですね、ありまして、電源とプラス、あとね、マイナスとなっています。さらにね、電源のね、このね、プラスとマイナスを両方押すことによって、アプリにもね、搭載されている EQ のね、ボーカルモードと、スタンダードモードを、ここら辺のね、切り替えができます。あとはね、側面にもね、ボタンが1個ね、ありまして、反対側ね、ないんですけど、こちら側にはありまして、先ほどね、述べた、電源とプラスマイナスボタンが、こちら以外はですね、ここのね、側面のボタンに配置がされています。ただね、1個残念だったのがね、ここのね、充電端子ケーブル、ここがですね、他のイヤホンで使われている、タイプ C のケーブルとかタイプ B のケーブル、ここら辺とはね、違って独自のね、ものとなってるんですよね。これね、多分、独自にすることによってね、なんかこう、ライセンスを払わないとかね、そういうのでね、もしかしたら値段を抑えているみたいなね、感じがあるかもしれません。
はい、付属品をね、紹介していきたいと思います。付属品、こちらのね、ケースと、あとは先ほど紹介した、充電ケーブル、そして各種資料と、そしてね、ケースというか、箱、パッケージとなってます。パッケージに関してはね、結構スポーツマンがね、ドンとね、描かれていて、スポーツしながらでもね、全然快適ですよ、みたいなね、感じでね、デザインがされていますのでね、結構おしゃれかなというふうに感じています。ただね、こちらの、ね、ケースですね、これがね、僕あんまりいらないのかなというふうに感じてます。中ね、開けるとですね、そのままね、骨伝導と、充電ケーブルが入るようになってまして、こういうふうに何もね、畳まずにそのまま入れるようなね、ちょっと見にくいですね。こういうふうにそのまま入れるような仕組みになってます。ただね、これに関してはね、結構場所を取ってしまうので、僕的にはね、いらないのかなというふうに感じてます。実際にね、普段使いの中でね、このね、イヤホンだけでね、持ち運びをね、してるんですけれども、全くね、何かに潰されてしまうとかね、いうこともなく、頑丈に仕上がってますのでね、問題ないのかなというふうに感じています。あとはね、先ほどの充電ケーブル。こちらもね、ちょっとこう、いつもと違うような独特のね、端子となっていますのでね、ここがね、ちょっと残念でしたね。あとはね、最後に各種資料ですけれども、こちらが2年間保証が効きますよっていうね、用紙と、あとこちらユーザーガイドっていうところでね、中ね、結構見てみたんですけれども、英語がね、ほとんどなので、日本語をね、実際に見たいという方はですね、公式ホームページにありますから、そちらでね、ダウンロードしてみてください。次にね、後で紹介しますアプリのね、URL というか、こちらでダウンロードできますよというものと、あとはなんかこれがよくわからないですけど、なんか入ってます。はい、つけるとね、こんな感じになります。本当にね、耳にこうね、メガネをかけるような感じでね、つけるだけなので本当に楽ちんです。あとはですね、全体の色味感、これもですね、結構落ち着きのあるね、雰囲気なので、大きさ自体はね、でかいんですけれどもね、実際に外でつけててもそんなに目立たないかなという感じでございます。あとはね、本当にね、軽すぎてね、ちょっと違和感がね、あるぐらいなんですけれどもね、結構走っててね、使っていますが、結構ね、やっぱ落ちにくいし、本当にね、疲れにくいです。あのね、落ちにくいのね、軽くて落ちやすいって思うんですけれども、ちょっとね、こうピュッとこう内側にね、こうフィットするような感じの構造になっているので、そんなに心配はないと思います。あとはね、他にもちょっとね、あ、ここで使った方がいいとか、ちょっとね、これは使いにくいみたいな感じでね、検証してみたんですけれども、まずね、メガネをつけてる人、これはね、ちょっとやりにくいかもしれないです。なんでかっていうとね、メガネとね、同じタイプなんですよ。あの、メガネもね、こう耳にかけるタイプなんですけれども、やっぱりね、メガネって長時間つけてると、こうだんだん耳のね、外側が痛くなってくるじゃないですか。このね、骨伝導も一緒で、やっぱりこういう風につけてね、かけるタイプなので、メガネをしながらでもね、つけれますが、やっぱりね、疲れやすいとか、メガネをした後にね、つけてしまうとね、結局ずっとメガネをつけてることと同じになってしまうので、そこら辺はね、ちょっと皆さんね、試してみた方がいいかもしれません。あとはね、女性の方ね、つけるの大変です。あのね、女性の方、知り合いの方にね、試してもらったんですけれども、結構ね、女性の方って髪の毛がね、多い方がいらっしゃるので、実際にね、このオープンランプロをつけるとなるとね、髪の毛の中にね、入れなくちゃいけないので、イヤホンみたいに耳に挿すだけじゃなくてね、ちょっとそこら辺のね、装着、ここがね、大変かなというふうに感じます。次にね、骨伝導で大事な大事な音質、これを調査してみました。結果からね、言うとね、ちょっとね、ボワボワした感じがありますね。骨伝導のね、初心者なのでね、あんまりわからないところもあるんですが、やっぱりね、一般的なイヤホンと比べてね、音質はかなり劣ってるような感じです。多分ね、骨伝導なのでね、今の技術的にね、これが限界なのかなみたいなね、感じがあるんですが、まあ、おそらく、ながら聞きしながらっていうところであればね、十分なんですけれどもね、実際に音楽を聴き込みたいという風になればね、ちょっと骨伝導はね、向かないのかなという風に感じます。まさにながら聞きをね、したい方におすすめのね、イヤホンとなってます。あとはね、結構ね、音漏れがしますね。いや、これはね、もうね、本当にしょうがなくて、耳に入ってるわけではなくて、耳のね、外側につけて鳴らしているのでね、やっぱり電車とか公共のね、静かな図書館とかでね、使うってなってしまうと、少しね、音漏れがしてしまうかなというふうに感じてます。なのでね、僕個人的に関しては、普段ね、イヤホンっていうかね、音楽を聴いていく中で、この骨伝導1本っていうことはね、ありえないです。
やっぱりね、音楽に没頭したいとか、ゲームに集中して音を聞きたいってなった時はね、普段のイヤホンを使いますし、逆にね、流れ聞きをしたいっていう場面もね、本当にあるので、そういう時に料理をしながらね、ちょっと周りの声を聞いたりとか、何かね、作業を誰かとしている時にね、いつでも声が入ってくるけど、その作業はね、つまらないから、ちょっと音楽を聞くみたいな感じの時に、絶対にね、この骨伝導イヤホンはね、グレードアップのね、生活を与えてくれますので、そこはね、素晴らしいと思います。アプリなんですけどね、まず結論から言うと、すべてにおいて微妙すぎる。まずね、今回のショックズさんのアプリ、これね、3つね、モードがあるんですけれども、1つ目が EQ、2つ目がね、マルチポイント、そしてね、3つ目がね、音楽系の操作ができるようになってます。まずね、マルチポイント、これに関してはね、結構いいかなというふうに感じてます。マルチポイントってね、2台同時に接続できるんですけれどもね、ちょっとね、僕の中で2台常につなぎたいものっていうのが変わってきていて、自分の携帯はね、まず絶対に1台目としてね、つないでいくんですけれども、2台目はね、例えば自分の個人用の PC、3台目っていうかね、そのもう一つの2台目っていうのは、会社のね、PC っていうのを使い分けようってなった時に、他のね、マルチポイントのイヤホンだとね、最後に繋いだ2台がね同時に繋がっちゃうんですけれども、このね骨伝導オープンランプロさんのアプリに関しては1台っていうのは固定ができて、2台目っていうのはね、勝手に繋ぎに行かないで、どちらにしますかみたいな感じのねアプリでね見ることができます。これがね素晴らしかった。ただね、残りの2つに関してはこれはねマジで微妙でした。まずね、EQ 設定、これね、僕、ボーカルモードとスタンダードモードのね、2種類があるじゃないですか。この2種類が、なんかそれぞれで自分のね、好みの音質にね、変えられると思ったんですよ。ただね、実際に見てみたらね、もうね、あらかじめ用意されている2つどっちかをね、選ぶことしかできなくて、このモードのね、中身の EQ 設定自体はね、もう固定されてしまっていました。せっかくね、骨伝導でね、確かに今回は他の骨伝導に比べて音質はね、いいのかもしれないですけど、やっぱり、ね、一般的なイヤホンからこうね、シフトされる方もいらっしゃると思うので、そういうところをね、考えた時にね、やっぱりそれぞれのね、モードに対してね、自分好みの設定っていうのがね、ある程度でもいいからね、なんかこう選択肢があってもいいから、それでね、用意されてればいいかなっていうふうに感じました。ここら辺がね、ちょっともったいないかなという感じです。あとはね、音楽操作に関してもね、本当に、ね、基本的な操作しかできなくて、再生とかなんかボリューム上げるとか、あと音楽のその次、前の曲みたいな感じでね、スキップ操作しかできないんですよ。これってあんまりやる意味ないかな、アプリでと思っちゃって。だって普通にアプリわざわざさ、携帯開いて、なんかアプリ開いて押すのであれば、普段のねミュージックアプリ開いて押せばいいだけの話じゃないですか。なのでそこら辺やるんだったら、もうちょっと、なんかユーザーにとってね、やりやすい自分の好みの操作をね、割り当てる設定ができますよみたいなね、感じのアプリであればね、もっともっとね、素晴らしいかなというふうに感じました。次に今回はデュアルノイズキャンセリングマイクをね、搭載しているということでね、マイク品質がね、良くなっているというふうに書かれていましたのでね、実際にテストをしていきたいと思います。マイクテスト、どうですかね。今、僕の声よく聞こえてますでしょうか。今までのね、他のイヤホンと比べてどうでしょうか。このね、オープンランプロはながら聞きをね、できるというところですから、実際にね、通話をしていてね、他の音が入ってきた時に、そのね、周りの音はね、ちゃんと遮蔽されているのか、ここら辺も見ていきましょう。ちょっとね、外の音 iPhone から流していきたいと思います。はい、今ですね、iPhone からですね、結構音量大きめの街中の音をね、流しています。どうでしょうか。僕が聞いてる限りはね、結構うるさい感じで聞こえてるんですけれども、僕の声はね、ちゃんと皆さんにね、ちゃんと届いていますでしょうか。どうでしょうか。マイクテスト、マイクテスト、おはようございます。こんにちは。はい、それではね、まとめにやっていきましょう。今回はですね、なんと事前レビューから待ちわびました、骨伝導のね、オープンランプロショックズさんから出ています。こちらをね、紹介していきました。周りのね、音を聞きながらね、使うことができるながら聞き、これに関してはね、本当に安心安全ですし、本当にね、今まで使ってきたイヤホンと比べてね、マジで疲れにくいので、ここら辺はね、トップクラスだというふうに感じています。その中でもね、音質が課題だったのに対してね、なるべく音質を良くしてカバーしてきましたっていうのがね、今回の製品だと思ってます。ただね、音漏れはね、結構したりしますから、やっぱりね、集中して聞きたいという方にとってはね、2本持ったりとかね、他のイヤホンを選んでもらうべきだと思います。逆にね、細
育てをしてます、テレワークしていて、ね、家族を見ながら仕事をしていますとか、何かね作業をね周りと連携をしながらやっていきたいけど自分のね音楽も聴きたいという方にとってはね、まずはこのねオープンランプロさんをね取ってみるべきだと僕は感じています。ただねアプリに関してはですね、なんかリリースがね結構遅れていたんですけれどもね、その後にね出した中ではねちょっと微妙でしたので、マルチポイントここら辺はね良かったですから、このね部分と同じぐらいのね、クオリティを、音質とかの EQ 設定、あとはですね音楽操作、ここら辺にね、今後アップデートをね期待していきたいと思います。本当にねながら聞き自体、ここら辺はね最近のねイヤホンを使っていく中、音楽のね業界の中で本当にね盛り上がってきてるというか流行になってきていますので、ぜひね皆さんがね音楽に集中したい派か、それとも普段使いをねしていく中でながら聞きをしたいかっていうところをねちょっとね皆さん検討してみながらね、このオープンランプロさんも下の概要欄に貼ってあります。ぜひね情報を詳しくチェックしてみてください。ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画面白かったよ、楽しかったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。このねカオルンチャンネル、本当にね1000人を目指してね、少しずつ頑張っております。ぜひね応援よろしくお願いいたします。次回はですね、なんとあのソニーさんの、ね、今流行っているながら聞きのねアナーキーイヤホン、こちらをね紹介していきますので今検証中です。ぜひね楽しみに待っててください。ということで次のカオルの動画でまたねお会いしましょう。バイバイ。